住友不動産日新宿ビル2号館住友不動産日新宿ビル3号館住友不動産日新宿ビル4号館住友不動産日新宿ビル5号館住友不動産日新宿ビル6号館住友不動産日新宿ビルは東京都新宿区西新宿の新宿新都心の一角にある超高層ビルである竣工は二千九年四月他に近隣に二号館 3号館、4号館、5号館、6号館があるがこれらは別館という位置づけではなく独立した建物となっている。多くはオフィスがトナントとして入っているが、住友不動産日新宿ビルと住友不動産日新宿ビル5号館には同じ建物内に都心型高級賃貸マンションが入っている。日新宿7丁目の大梅街道に面しており、 青梅街道を挟んだ向かい側に野村ビルがある。従前、老朽木造家屋や飲食店などが密集し、防災的にも課題を抱えていた区域を、都の総合設計制度を適用し、建設された複合超構造ビルである。青いガラス張りで統一されたデザインとなっており、オフィスエントランスは約17メートルの吹き抜け、大空間となっている。 高さは133メートル33階建て。高層階には企業などが入り、低層階は 1LDK から 3LDK までの多様な住戸があるプラティーヌ日新宿という高級人体マンションになっている。TMJ 本社、名工技術本部、桜インターネット、東京支社、グッドコムアセット本社、ヤマティー。 経理バンク、エコプランなどがオフィスを置いている。ありがとうございます。